今度は揃うか。レーンに入ってきて、スタートは切られました。スタート第1コーナー手前、激しい攻防戦、朝日ターボ、そしてタナートがトップ2です。お、ちょっと遅れているドライバーがいます。 FA カートのカラーリング1台遅れて1コーナーへと入りません。そして木畑も振られています。2コーナーで大きく遅れてしまったドライバーが1台2台、トップは SG へと入っていきます。先ほどスタートを決めましたのは朝日ターボと、そしてタナートサティエンティラクルでした。お、水しぶきでしょうか。6番手のドライバーが水しぶきを上げましたが、大きな影響はありません。あそこのところって1台がオーバーランするとみんなそれについていっちゃうような、そんなポイントなんですよね。これでトップ5と6番手以降離れました。トップ朝日、おお、3番手にこれは宮沢か、飛び込んできました。朝日、タナート、3番手宮沢、4番手には佐伯、5番手にアンドリュー、いや違う、ユキですね、これユキ。そして6番手にアンドリュー、7番手阿部、山内ビューが8番手、15番手スタートの山内ビューが8番手まで上がってきています。石坂瑞希も9番手まで上がってきています。オープニングラップ、注目のドライバーが後方から追い上げている中、トップ2後ろを引き離しにかかるか。カーナンバー5番の3番手宮沢和樹が先ほど仕掛けたことでトップ2と3番手の間に少し差が広がりました。トップ朝日、2番手、2番手にタナート、少し離れて3番手宮沢、4番手にはユキ、その後ろに佐伯、アンドリューと続いています。かなり離れまして、こちらもチャンピオン争いの一角、阿部拓磨が7番手、離れてカーナンバー9番倉田博明が8番手、9番手に13番山内、その後ろに根本翔太郎、河野、あら？あら？石坂瑞希がどこかで、あ、今カーナンバー16番が1コーナーに、なんと石坂瑞希がどこかのコーナーで大きくドロップをしていました。11番手あたりまでは確実に上がってきていた石坂瑞希、シリーズチャンピオンが遠のきます。警普通ますます分からなくなりました。12番手スタートから一気にトップ10圏内に上がってきていました石坂、その後もそのあたりで周回をしていたのですが、この2周目というところで大きく離れてしまいました。3周終了、4周目、ゲーム2序盤で大きな波乱が起きています。トップ2は後ろを引き離します。朝日とタナート、そして3番手争いなんですが、4台のバトルが続いています。宮沢、ユキ、アンドリュー、佐伯、うわ、佐伯新太も6番手までドロップ、これは分からなくなってきました、シリーズチャンピオンの行方。7番手には単独でカーナンバー21番の阿部拓磨、オレンジ色のレーシングスーツです。少し離れまして、その後ろ蛍光イエローのヘルメット、カーナンバー9番の倉田博明が8番手、9番手その後ろにぴったりつけている CRG のカラーリングは13番の山内美容、今1コーナーに入っていくところ、その後ろ根本、少し離れて天野、翔太郎、高柳、大井と続きます。山野はこちらもチャンピオンの可能性を残していて24番手スタートだったんですが、11番手まで上がってきました。トップはカーナンバー23番朝日ターボ。朝日ターボは優勝するか2位かというところで、さらに他のドライバーの動向によってチャンピオンになるかどうかっていうのが決まってくるんですが、佐伯新がこの6番手にいると朝日ターボ有利な展開になってくるのでは。まあでもまだまだ5周終了、6周目ですからね、分かりません。このスポット参戦の外国人ドライバー勢もアジアのドライバーですが、この後どう動いてくるか。タナートはちょっと朝日にはついていけていない感じなんですが、3番手争いのこの4台の中にいますアンドリュータン、この動きが気になるところですね。現在はアンドリュー、前にいますユキにピタッとこうつけている、そんな状況。3番手争いが宮沢、ユキ、アンドリュー、佐伯というオーダーになっています。あ、そしてタナートがスローダウン、止まった。
外れたかのようにゆっくりふーストンと止まってしまいました。タナートサティエンティラクル2番手を走行していながらがっくりと後部を垂れます。この日本でもその名前を轟かせるいいチャンスでした。先週と今週タナートこの全日本 KF2 はリタイア、マシンが撤去されます。その後方でもゆっくりと走っているドライバーが1名います。こちらはカーナンバー30番という情報、翔太郎関谷です。さあこちらも10番手11番手あたり走っていたんですけどもね、後方にドロップしてしまいました。さあこれによりましてトップは完全に単独になりました。カーナンバー23番朝日ターボ、今シーズン朝日ターボはまだ勝ちはありません。茂木は10位、琵琶湖が3位、須郷が4位。朝日ターボは琵琶湖育ちのドライバーと言っていいぐらいですからね、本当に小さなキッズの頃から来ておりました。その琵琶湖で3位に表彰台に立っただけという今シーズン表彰台経験なんですが、じゃあこの鈴鹿で美浜練習に通ったのに走れなかったという悔しさをこの鈴鹿で晴らしていくことができそう。そしてこの位置ですと逆転チャンピオンがありえます。後ろの宮沢、アンドリュー、ユキ、佐伯、佐伯は現在5番手です。佐伯の5番手、これは佐伯はポイント伸びないところですかね。5番手では佐伯はポイント伸びませんので朝日ターボを有利になってきました。7周終了、8周目、3コーナーから4コーナーへと向かっていきます。2番手争いです。先ほどまでは3番手争いでした。この集団2番手を走っていますのはカーナンバー5番の宮沢和樹です。嬬恋をホームコースとするドライバー、今シーズンの最高位は7位とちょっと苦しいシーズンを送ってきました宮沢。最後に表彰台で笑顔を見せられるか。さあそしてその後ろにはアンドリュー、ユキ、佐伯と続いています。阿部拓磨は6番手単独、7番手争いは天野、山内というオーダーで今1コーナーへとアプローチ。後ろから倉田もちょっとラインを変えてましたけれども入れ替わりはなさそう。その後ろから根本勇樹も噛んでった、根本勇樹も噛んでった3コーナー手前イン側、根本勇樹はワンポジションのアップですね。フラットをかわしたでしょうか、ワンポジションのアップです。さあここは7番手争いです。ああそしてカーナンバー30番止まってしまいました。翔太郎関谷試験立ち上がりのところでマシンをダートに入れて止まってしまっています。10周終了、11周目朝日ターボ、後ろにかなりのタイムギャップ、もう悠々といったところか3秒924というタイム差を築いています。さらに言いますと朝日ターボ6周目でパステストラップ49秒274というのを叩き出しているんですが、現在も49秒3というラップタイムで走っておりまして、この49秒3に匹敵するタイムを出しているドライバーというのは今のところ後ろにはいません。唯一近いのは佐伯新です。ワンポジションを上げました。雪和久をかわして4番手に上がりました佐伯新。さあこれで佐伯新はやっとポイントを伸ばしてこられる範囲内に入ってきたということになるのですが、佐伯新さらにさらにポジションを上げていかないと朝日ターボに逆転チャンピオン奪われてしまいます。ランキング2位の佐伯新とランキング3位の朝日ターボ、ランキングトップで圧倒的優位と言われておりましたカーナンバー16番の石坂瑞希は後方にドロップをしてチャンピオン争いからは離れてしまいました。現在18番で走行中という情報です。帰ってきますとレースは折り返しです。やっとここで折り返し、まだまだ分かりません。最終コーナーから立ち上がってくる
2番手の宮沢に対しまして3番手のアンドリューがじわっと近づいてきました。さあちなみに朝日ターボはこのままトップを走り続けますと 91.5 ポイントを獲得することになります。佐伯新がそれを上回ろうと思いますと2位以上に入らなくてはならないということになります。佐伯新は一生懸命これから追い上げてアンドリューをかわし宮沢をかわさないと朝日ターボを上回ることができません。さあ朝日ターボはその後ろの佐伯の動きどんな動きをされても大丈夫なようにとりあえずはトップをキープしていかなければならないわけですが、佐伯新2位まで上がれるか可能性は十分あります。ホームストレート宮沢アンドリュー佐伯ゆきという4台。佐伯は1コーナー手前で結構なブレーキングをしています。さあその後ろ完全に離れまして阿部単独で倉田、根本天野がテールトゥーノーズ、そして山内と高柳、さらには少し離れて大井と武田というそれぞれ一騎打ちということになっております。3コーナーに入っていくあたりですね、ペアペアペアのバトルができております。系譜2番手争いの4台の行方に後半絞られてくるかなという感じです。まあ、前半からもそうだったんですがどうなっていくのかは全く分かりません。系譜のキャリアからしても全日本のキャリアからしても宮沢和樹は何としても今回表彰台に立ちたい。3番手のアンドリュータン失うものはありません。アジアからの参戦タナートがいない今アンドリューが存在感を見せつけたいところ。さあそれに対しまして全日本タイトルがかかっております佐伯新がその2人の後に今つけている。その後ろにはユキもいます。朝日ターボも佐伯新もユキ和久もキッズとかアンダーカデット、このあたりはキッズやったかな、アンダーカデットとかですね、そのあたりから競り合っていた覚えはあります。中部のドライバーながら激戦の琵琶湖スポーツランドにいつもホームコースとして出てきていた、そんなドライバーたちが今 KF2 全日本 KF2 のチャンピオン争いをしています。うわー、佐伯新は1コーナーでもブレーキングで前のアンドリュータンに迫っていく。15周終了、残り周回数は9周。これは佐伯新の2位浮上ありえます。朝日ターボはとにかく逃げるのみ。うわ、朝日ターボもファステストラップです。49秒184。たとえチャンピオンを逃しても朝日ターボのこの走りは KF2 の最終戦でのこの走りは大きな印象を人々に与えるでしょう。さあそしてヘアピンでアンドリューが飛び込んだ。宮沢がその後ろ、佐伯もついていきたいがアンドリュー2番手に浮上。これで2番手争いがまた4台ぐっと近づいた。佐伯新最終コーナー宮沢の隙を突く。立ち上がりスピードが乗ってきているのはしかし宮沢、しかし1コーナーで飛び込めるだけの状況ではある。やっぱり飛び込んだ佐伯新3番手。アンドリューと少しタイムギャップができました。さあ宮沢と佐伯横並びになって3コーナー接触だけは避けたい。この2台佐伯が3番手、4番手に宮沢、5番手にゆきというオーダーになりました。下り 25R、 さあおっと、そしてヘアピンのところでも入れ替わりが起きまして宮沢ワンポジションのドロップ、ゆき和久が4番手に上がってきました。佐伯新太今シーズン表彰台は2回、開幕戦の茂木で優勝、第3戦の須郷では3位というリザルト。表彰台現在は3番手ということになるわけですが、あと一歩登ればシリーズチャンピオンが待っています。朝日ターボはトップで依然として逃げています。2位のアンドリューに6秒以上の差をつけてぶっちぎりです。このインパクトはすごい。この KF2 朝日ターボの大きな自信になるでしょうし、最後メディア大きくにぎわすことでしょう。
しかしながら実質シリーズチャンピオン争いは2番手3番手争いというようなそんなところに最後視線が注がれることとなりました。残り6周アンドリュー逃げ切ればシリーズチャンピオンは朝日ターボ、佐伯新がアンドリューをかわせばシリーズチャンピオンは佐伯新、そんなバトル。アンドリューと佐伯はそれぞれ単独、その後ろには雪と宮沢がテールトゥーノーズになっておりますが、こちらは4番手5番手争い、6番手は単独で阿部拓磨、こちらもランキング的には上位に入ってくるでしょう。その後ろではカーナンバー9番の倉田博明が7番手単独、さらにその後ろでは19番根本勇樹と、なんと24番手から上がってきました22番の天野翼、現在9番手。こちらがバトルをしてまして、根本が前に出ていくヘアピン、根本、天野、さらに高柳が参戦してきまして、天野、根本、高柳とまたこれ試験員で変わりましたけれども、この辺りは最後まで激戦となりそうです。19周終了、20周目、さらにその後ろではカーナンバー31番大井武史がポジションを上げました。大井、山内、三笠、武田、原田、河野と一段となって1コーナーへと入っていきます。5台のバトル、大井から原田までです。こちらは11番手争い、今3コーナーへと飛び込んでいきます。バトルが起きているのは4番手5番手の雪と宮沢、8番手争いの天野、根本、高柳の3台、11番手争いの大井武史を先頭とした山内、三笠、武田、原田。さあこの系譜2では年長組の武田も頑張っていただきたい。20周終了です。残り周回数は4周、アンドリューと佐伯じわじわと近づいてまいりました。カーナンバー26番アンドリューターン、ティームグローバルからのエントリー、しがらみは何もありません。シンガポールからの16歳、後ろから佐伯新た、カーナンバー29番の佐伯 FA カートレーシングチーム、朝日ターボが逃げた場合のいろいろなシミュレーションをしてきていると思います。佐伯新は2番手に上がらないとっていうのがしっかり分かっているかどうかは分かりませんが、残り3周になりました。アンドリューと佐伯コンマ6秒の差ですが、ラップタイム的には先ほどの1周はアンドリューの方が上回っています。このまま飛び込めば朝日ターボが大逆転チャンピオンということになるわけですが、どうなっていくか、アンドリューと佐伯近づかない、さっきちょっと近づいてきたように思ったんですが、この終盤アンドリューがスパートをかけ始めた。朝日ターボ残り2周49秒48に、この周回では驚異的です。朝日ターボ、そしてアンドリューと佐伯は49秒6というラップタイムで1コーナーへと飛び込んでいきます。ゆきと宮沢、こちらも最後宮沢一撃かけると思いますが、4番手5番手争いどうなっていくでしょうか。ゆきを宮沢が完全にロックオンしました。後ろでは阿部と倉田が一人旅、さらにその後ろでは天野、根本、高柳のバトル、根本が前に出てきているでしょうか。こちら8番手争いです。残り周回数まもなく1周入っていきました。朝日ターボ2番手のアンドリュー、後ろを振り返った佐伯新はあとちょっとがつかめない、あとちょっとのアンドリューの背中がつかめない。そしてその後ろ雪のインサイド、宮沢入っていきました。1コーナー2コーナーに宮沢和樹、4番手に浮上、雪を返していきたい。3コーナー手前どうなる、前の2人は絡みません、前の2人は佐伯追いつけないか、その後ろで宮沢と雪のデッドヒートが続いています。朝日ターボは最終コーナー
カーナンバー23番、結局後ろ7秒以上ぶっちぎりました、朝日ターボ、今シーズン初優勝。そしてアンドリューに佐伯は追いつけません。アンドリュー2番手佐伯新田、シリーズチャンピオンならず。4番手には宮沢、5番手21番阿部拓磨、6番手9番倉田博明、7番手19番根本裕樹、この競り合っておりました。先ほどまでは8番手争いだったんですが、結局7番手には根本、8番手には天野、9番手高柳文也、10番手に山内ビュートチェッカーを受けていきました。